奥平ただし守る状況元年12月21日は、伊予松山藩家郎、奥平東西門や二大当主。父は、奥平貞義。おばは、松平貞勝室。子は、奥平貞虎。通称は、長七郎、元兵衛、東西門。慶長19年、東東海掛川で、久松松平家家臣、奥平貞義の子として生まれる。 寛永十二年、家中の石寺の争いから、備前下津井に退去する。寛永十四年、いとこの伊予今治藩主、松平沙房の招きで、今治に赴く。寛永十八年、おばにの丸殿の仲裁で、伊予松山藩に帰参する。寛永十九年、江戸詰となり、しむしる三百国を賜り、大名分となる。五百国の家造を受けかろうとなる。 明暦元年、父の死去により、家督と、地業1800国を相続する。漢文元年、200国の家蔵を受ける。漢文2年、藩主、松平定長の家督相続五礼言調の際に、江戸城で、将軍、徳川家綱に配越する。漢文5年、300国の家蔵を受ける。漢文8年、200国の家蔵を受け地業2500国となる。 遠方7年、堺の商人、西黒兵より大名物北野ナスチャイレを購入して、藩主、松平忠氏家に献上する。上京元年、過労職を辞職し、隠居、家督を着難テートラに譲る。上京元年12月21日死去、去年72、ありがとうございます。